ほらこの間僕沖縄行ってきたじゃないですか。沖縄に行ったのはあれ結構実はね過密なスケジュールで、なんか撮影日とかすごいちょっとしかなかったの。その中ですごいめっちゃやったんだけどさ、いやてか待ってちょっと待って、説明したい。あのさ、僕さ普通にこうなんだろうな、僕普段その家の中で結構あんまりめっちゃ薄着なんだよ。常に家の中ってそんなに服をめっちゃ着たりしないの。ごめんちょっとあの濁してる、薄着なのね比較的。でそれでやっぱまあなんだろう、人と接するときにさ、ほらできるだけこう、できるだけこうなんだろう、ありのままの自分で相手と接することで本来その心を交わすことができると僕は思うんですよ。だから薄着なんだよ僕。夏とかもさ僕結構薄着じゃん、布ひらひら布っぽい服着てたりするじゃん。あの布っぽい服もなるべく相手との、対面する相手とにその心の壁以外の壁を取っ払った方がいいと思ってて、その方が人とやっぱこう心を交わし合えると思うから薄着なのね。だから僕にとってはそのあの海での写真はあの何ら違和感なく、男性が海ですっごい暑い炎天下の中海で遊んだよとか海にいたよっていうのを写真撮っただけなんだよ。だから全然意識してなかったのそこ、そんなの。だからなんか言われて初めてなんかこう、あえダメなのみたいな、したらなんか歌い手で、いやー歌い手で乳首出したのは夫婦が初めてでしょ、俺長く活動してきたけどあんなやつ見たことねえわ、見たこと言われたし、なんかさ納得いかなかった納得いかなくない？えだってそんなのさ、何ガムテープとか貼っとけばよかった、なんか包帯とか巻いとけばよかった。そんなだってプールとか行ったらみんな来てないよ男の人。そんなにやる、そんな話になるっていう感じだった。でもまあなんかあのあとさ、水着ってさ裸と違くない？水着とかさ夏服って裸と違うじゃん。そう、お風呂入ってる姿をさ写真撮って載せるとか無理だよ。お風呂入ってる写真をポンって自撮りしてあげてたらお前どうしたのって感じかもしれないけど、そうじゃないじゃん。水着はああいうもんでしょ。許してほしい、許してください。なんかそれで別にさ、僕は普段さ音楽の話とかさ、僕のなんかゲームの話とかさ、そういうことをさ例えばつぶやいたとしてもさ別に大して反応ないのにさ、僕あの写真あげてさ、あげた後に沖縄でご飯食べてたんだよ。ご飯食べてたらなんかあれ写真問題になってるかもみたいな話になって、えって思って見たらなんか問題になっててやばいと思って、なんかすいませんでしたみたいなつぶやきをして気づいたら信じられないぐらいバズってたんだよなんなんだよ本当に、なんでなんだよあんな形で。なんか複雑な気持ちでした。マフ君喜んでるだろうなみたいなツイートとか見たときにいや何とも言えないよって思ってた。こんばんは、マフマフです。こんばんは、どうもマフマフです。この間乳首を出してしまいました、よろしくお願いします。右乳首左乳首合体左乳首の名前がマフで、右乳首の、名前がマフで合体マフ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 です。いいねいいでしょ、いいね、今日もちゃんとうざいね、キレがいいね、ちゃんとうざいっしょ、いい感じにうざいね、うざいっしょ。いやマフゲーム内ね、15年も活動してきて急に乳首出すとは俺も思ってなかった。いや本当にね、いやみんなビビったわ、びっくりしちゃった。いやあの出してるのはそこじゃないよ、海と自分の写真を出したの。海と自分の写真、はいはいはい、そんなもんを出すことを目的として写真を上げたのではない。はいはいはい、まあまあまあマフのことですから、何があるか分かりませんからね。さすがですよ、さすがですよ、マフですからね、さすがです。マック行ってハンバーガー食べたって言って、こうハンバーガーの写真ほぼ写ってなくてほぼ自撮りみたいなね、そういう写真が。ああそう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 、あるからねやっぱね、よくやってるからな今日そういう感じですか、今日そういう感じ